おぉ、なんだなんだおい、契約延長アイテムと引き換え倒産されたガチャのメンツ、渋すぎやしねえか。このガチャ専用のオリジナルのエピック出すとか、ぶっ壊れのエピック出すとか、現役ビッグタイムの選手カッコムシャル出すとか、そういうのやろうぜ。メンツもなんかよ、ハイライトはもちろんのこと、エピックに関しても2軍3軍みたいな奴らばっかりで、正直こいつは全員ガチ使える見込みなんてな。いや、ちょっと待てよ。こいつのこのユーティリティ、うちのセントラルミッドフィルダーにぴったりやないかい。トイレ、ポジティカル、グッジョーン。ガチスカ企画で3台やったから皆さんご存知だと思うんですけども、うちのチームのエース誰かわかりますか？そうなんです。ベン・ホワイトなんですよ。俺はこのセントラルミッドフィルダーのところには、とにかくボールをキープして、ベン・ホワイトというエースの上がりを待てる。もしくは、そのベン・ホワイトをおとりにして自分で切り込んできる。そんな人間が欲しかった。それが、グなんですわ。グのいいところは何と言っても、この顔！前髪なんかお前千句の傷みたいになっとるな。こういうところも最高にイケてるんですけども、それと同じぐらいイケてるのがこの足元数字。セントラルミッドフィルダーこぼれてきたボールをね、流し込むっていう作業もあるんですけど、左利きで、決定力8で根幹を持ってる。たまらんじゃないか。まあ、ディフェンスもなんかアグレッシブ71でぼちぼちできる感じで、スピシュに関しては最低限。まあ、こいつは、ギリガチ使い使いじゃねえのって俺思っちゃったわけ。あ、スーパーダムだろ？じゃあ、後半から使おう。なんか、スタミナあまりにもなすぎてから、イケメンって感じ、女子がおらんかったら走るのやめるタイプやって思ってたんですよ。スーパーサムなんかよ、お前。じゃあ、これ後半から投入してからベン・ホワイトの補助に回れば、もう完璧じゃねえか。まあ、その間は最強ミッドフィルダー、ウリ・ヘイネスが担当します。よし！じゃあ、これ早速ね、ディビジョン4でくすぶってるんで、ディビジョン3に向かって、勝ち点9、積み上げていきたいと思います。レッツ、グッディ。さあ、てことで、久々にディビジョン戦やりますか？お前、満員電車か！これね、グディ能力的にはドリブルくっそ強えよ、多分。まあ、もうドリブル数字が高いことに関しては間違いないけど、フィジコン72やっから。もう本当にディビジョン4はね、一番頑張んなきゃいけないから。やります！よし、いいぞ。絶好調やったら最初から使ってやろうかなとか思ったけど、普通やからそのまま！まあ、正直、グディが来てないこの時間帯に関しては、普通にガチ使い戦うことになるんですけども、それはそれでいいだろ？面白いだろ？やるぜ、やらせろよ！なんだよ、これ、あいつの絵の中入れねえよ、この信長。信長！エンバムリー、レオン、ゴスキル、ビエアでしっかりマッチアップと。で、ちょっと運んでって。バーストは効いてない。バーストは効いてないですけどね。お前、フィジカルコンタクト優遇されとるから俺の時代やとか思っとったか、このバカちゃいえやないか、お前。だがしかし、そんな隙は与えない。おい、バックバスとか逃げんなよ。同点でもいいから勝ち点が欲しいみたいな、そういう状況か？ふざけんな、こっちは勝ち点差求めてんだからや。サイド組んだろ？わかってんぜ。ビエアにカーソル合わせて。取れるか？取れへん、取れへん。取れた。オーケーナイス。そこからベンホワイトを使うと見せかけて使いません。そういう時があってもいいだろう。左側渡してから、こっから一気に、ルイス・ベゴターン！タンタンタン、腰。取れます。いいフリットじゃねえか。やっぱこいつ行かれてんな。玄関今日最強は、この俺、ルートフリットだーつーだよ、このしょっぺんおしっこみたいなぜーはばよ、うってつけじゃねえの。こうなることを待ち望んでいたぜ。そしてセンターフォワードにはバカが2人入ります。で、左サイドハーフにもバカが入ります。この筋トレ大好き3人組をお前がうまくコントロールするんや。ここは超新塾やと思え。まあ、ロングボールを多用してもいいんですけども、序盤ぐらいグティでドリブルしたくね。いいね。で、ベン・ホワイトをしっかり使う。それができれば間違いない。で、ここでもう一回グティ使って前向いて運んでもし、射程圏内では。いけよな、グティ！いや、お前もっとあるやろ！決定力80でキック力90乗ってるやん！で、後半は、もうとにかくロングボールをヤンコレに渡してハーランドやないかい。グティ回収。ここでグティボール奪いよ。グティ、ここでやな。まずセカンドボールの回収率悪かったらガチスカットでは消えていくぞ。ビエラナイス、これよ。お前が行くべき存在は。ダブルダッチ。一旦やっといて。ボールキープ。そう。いやー、軽いっすね。いいよ。それ流して、ベンホワイトに繋げることができれば、お前は、ガチスカート確定。ヤンコレだー！フィジカルが強いということは、ヤンコレがだー！チンポ好きだーと、叫びたい、マンコ避けたい。ガウーショ。取れました、さすが。ロナウジーニョがボール持った。さすがにヤンコレる。ヤンコレ、この位置、いける？もちろん。フィジコンって邪魔！おい、ずるい！はい、ディヨング。はい、はい、はい、ビエラ、はい。絶対斜め。ちゃうんかい。あ、ハーランドの足元。はい、はい、はい。グディ。ナイス、いいね。あ、よし、普通に。そこでボール奪いのでかい。でも、その後のキックもでかい。つまり、ゴミ。ちゅちゅー。マルちゃん。あ、緑のターン抜き、来れる。すればね、すまんロナウジーのガウショタイムを始めさせてくれ。ダブルタッチが早すぎる。その後、落としてから回収してダブルタッチ始めるまでも早すぎる。つまり、何もかもが、早すぎる男、ホークス！これだけよ。結局、これが強いうちは、ヤンコレル最強の時代は、続くのであったー。なんで、普通に外しとる、グディ。ダメだ。持ってこう。グディ、どう？いや、悪くねえ。いやー、そこまでドリブルで運べる。てか、ドリブルの推進力に関しては間違いないけど、そっから先の令和チャンネルのプレイスキルが甘いんじゃないかと話題に。ガウショ。盾ですねー。運んで、運んで、運んで、フラバレスで、ハーランド、ヤンコレル、どっちか
と、おい、お前ら二人おってか何もできるとかありえんやろ。お前電波通したら東京タワーのスカイツリーみたいな、あ、まるでーに、おちゃたたーい、オッケー。まあ、ぼちぼちってとこが出るかー。まあ、ドリブルは確かにしやすいかもしんないけど、まあ、普通ぐらいだわ。これじゃあガチスカリは残れねえ。俺は、ディビジョン1だぞ。ディビジョン1のガチスカリ入るということは、トップクラスの選手だければならない。つまり、グディ、この試合負けたら、お前のせいだ。いや、相手がディビジョン1だからとかじゃない、お前のせいだ。代わりに勝ったら、しばらくガチスカットで使うことを約束してやるぜ。本気出せや。ああ、絵に描いたようなチューパー。ちょっと、パクるか。できることは全部やろう。でも、あいつらになくてこっちにあるものがある。それが、ベン・ホワイト、そして、グディだ。お前ら二人の働きにかかってるぞ。左渡して、ウリヘイネスすれば。やめて、頼まず。いや、フリートキープ、フリートキープ。すれば、うまい。うわー、フリートそこ前向けんかー。お前、龍神って聞いとったけど、思ったより夫人やん。オーケー、取れた。フィーゴナイス。で、斜め渡し、あー、それ横は、ちょっと、あー、わかんない、わかんない、わかんないけど、もううまいこと言ってるからいいや。ベーフォアです。ウリエでしょ。やれる、ヘイス、来ただからウリエ、お前を使ったんだ。フィーゴ、何言う、ヌーは取れる、行くぞ、頼ます。完璧、きっとったや、今のマジで。図画工作5やで、俺。ウリエ、ウリエ、こけだ。ベーホワイト、なんかいなくなっちゃった。ベーホワイトが真っ白になっちゃった、ビールナイスー。すれば、たれます。完璧。エマベ、どうする。これはフリット経由でスティルバです。完璧か、レーマー。あと、婚活するだけ。はい、もらったー。お前、バッチ持ってるかもしれへんけど、中身ディビジョン4やないかい。それそうってとこやなー。本当は俺はディビジョン1にもかかわらず、ディビジョン4でグタグタしている。そんな自分、許せないだろ。その精神的乱れが良くないんだ、このゲームではね。お前はもう終わったよ。自分を見直さない限り、お前に勝ち目はない。この後、グティにボコボコにされて、今日は終わりだ。言うとやめるんだな。ダーワンツーしてー。いや、いける。この後の、そう、ボールちょんちょんしっかり狩れば全然問題ないから。で、怖いなと思ったら、フリット使って飛ばせればいいんや。ほう、そういうことよ。で、デオング、ウリエ、バカみたいにボールキープ。ベオイドー、お前もクロスいけ。いや、ウリエだー、ウリエ、フリットにふんわりボール来た。いや、お前これ対応させられたらうち勝ち目ないんですけど。で、俺たちにとっては朗報、グティにとっての秘宝を言わせていただきます。ウリヘが強え。グティ、お前あのヘカトンゲールの門番を超えねえかんのや。それがお前にできるか。はいか、言える、答えろ。グティー戻そう。で、速攻でヤンコリルめかけてボールを蹴る。で、ヤンコリル、ハーランドでもか。グティキープ、持てよ。そう、グティね、お前にしかできないプレー考えろ。ボールキープ、ボールキープ、ボールキープ、ボールキープ。運んでよし。いいね、グティ。それは悪くない。タレバズ、お前が作った時間で、ゴール前に来てます。ありがとうございます。おい、アラウホー、マルディーニ、絶対やんこれる。落とせー。あとはロナウジーニョが全部なんとかしてくれっから、任せろ。落とそうかな。いや、違うよ。前に行くの。いや、ロナウジー、ロナウジーガチ行かれてる。え、出ちゃった。なんでなんか、急にポツダムしたんだけど、手前側シャンクスいる、これ。で、ここやろ。間違えた。富安止め。さすが富安さんやで。ゴレル、ビエラ、グティ使いたい。そう、ベーホワイトからグティ。グティ、お前がベーホワイトになれ。そういうスルボをやりたかった。ハランド、決めろー。はーい、いいじゃん、グティ。おいおい、そのスピードでドリブルできるやったらガチスカで生き残ることも可能かもよ。ホワイト、グティ、ええとこおるな。一旦キープ。いいキープ。持てるか、もうちょい。あー、そこで持てんのかい。なんやねん、顔面だけが持てるのか。ちょ、落ち着けよ。こっから西ってあるぞ、全然。レバーチャンネル、ナイスアラホ、バンゾーイ。あれー、なんかわし強くねー。強くなっている。俺は確実にあの武者修行によって確実に強くなってる。でも多分3ヶ月もしたら戻ります。まあでも、グディはね、悪くないっすよね、ほんとね。ただ悪くないよ、超えねえんだよな。だからその今のね、最近出てきたセントラルミッドフィルダーの人間どもは何がすごいって、ここにプラスでディフェンスができたりするんよな。コロコロス止めよう。コロコロ染めるやん。ナイスー、終わっちゃったおい、3試合目なんもないやんけ。ゾロ無傷で帰ってくるぞ、おい。まだディビジョン1やー。はっは、多くない普通に。こうもポン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 出られると困るけどな、マジで。バーゲンセル始まっとるやん。しかもなんかベンホワイト、ベンレッドやし。うわー、なんか戦い方にこだわりありみたいなスカット。やってらんねえな。ニグ、ナイス。マジ。無理か。いや、悪くない。さすが。俺、うまくねえか。なんで、お前、もう止めんな。おい、俺、うまくねえかは、どこに着地すればいいや。あのタイミングで飛び出してゴールキーパーが止めるの、普通にすごくね、マジで。まあ、でも、俺のがすごいけどな。あの状態で、出すと、いけるよ。おい、空中で最高。今のところ、サイドからのボールを範囲が決めるっていう展開でしか手取ってない気がする。払う方がいた。ありがとう。で、ラームから、いや、キープして、ウリヘネス使おうかな。一個先見ようかな。すれば。
逃げろ、よし、キープキープキープで、あえて泣かないよ。これがまた止めれへんねんな。おれー、だから俺は来る。おい、決めろって。ゴールポスト当てるためにクロスゲーやっとるみたいになっちゃうやろか、文脈的に。頼むぞ、キープ、まだキープ。これはもう三角形ですわ。もう決まっている。お前はもうすでに死んで、あ、ちょっと、あ、死んでんず。平行で、もう一個平行。ロナウジーニョで展開していきたい。ロナウジーニョで、うわ、エンバペ強。もうむちゃくちゃ、なにこれ、もう喧嘩番長や。ベラ、どれか。ラーム、すれば、速攻で。なぜなら、ウリヘーネスが縦を走っているから、彼の突破力は本物だよ。クロス受けるよ。ありますねー、ありますよ。だからよー、ポストクロスまで次どこ行くんや、お前ら。いやー、ダメか。で、ヨング、コツ切って。ナイス、もう完璧やんけ、お前。完全に十中やな。で、ここでドリブルをするとは思うまいて。ダブルタッチ。バーストが冴えるな、おい。ガウチョ、もう一回。これダメだ。あー、持ってけ。来た神に道を与えし。ダブルポイント、よいしょー。この2点目はでかい、でかすぎる。まるで俺の3日間オラキした時のパンパンの睾丸のように。いや、これもうこのままできたらもはやタイトル詐欺やな。おい、グッティ言えんか。タイトル詐欺って言われとるぞ。というわけでここでズルします。グティ、セントラルミッドフィルダーでオフェンシブ。ナイス、立てます。レオン取ったか。ヘコ、ここでグティを使いたい。いい止めなし、いけ。ビーラに勝て、勝てねえなあ多分やけど、ウリエレス勝てどうよな、マジでな。これフラバス、絶対そう。ハルド、ヤンコレ使え。ヤンコレすれば、神すればよ、これダメだ。うわ、ダメか、グティ、誰だ、グティ。ヨーコステーキのできねえ状況多すぎんだろ、これマジで。ラブ、それかコーナーキックで点検でもええな。これ油断。なんで、ちょっと待って。お前、ポスト当てたか。ポストじゃねえか。一試合2ポスト、ワンクロスバーはもうそっちの方がグティのパンチある。で、ユートボールがある程度上手になってきたら、こういう形で沼るんやろな。グティナイス。いいか、すれば。ええやん。今、ビエラと体ぶつかったけど負けんかったな。それはすごく評価できる。で、ダウンフリはこっちのタイミングで、グティ使いたかったな。グティいいアグレッシブ。フラバレヤンコレアシスト。それができる男も、やめましょうよ、選手が足と頭使って頑張ってる時に手使いに2が入ってくんの。マジで、異世界転生者みたいなもんや。来れる？こんなお前、ラファエル・レオンしかないやろ。ラファエル？あー、ダメだ、もうこいつ。もう車売るしかねえもん。デヨングこっち。あー、ワンツー怖い。体ぶつけよう。デヨングすげえ。お前、足伸びすぎじゃない？ビヨングじゃん、ビヨング、マジで。まあ、ピーカーしまいけるから、これ前向いて、グティが立てますといけるんですよね。で、こっからボールキープして、ラームの上がりを待つと見せかけて、グティで運んでいくってな。グティ、お前の力見せろ。そうや、ロベカラをダブルタッチぶち抜いて、体にか、あ、ダメだ相撲に負けちゃう。お尻のぶつけで負けちまえよ、マジ。ヒップ足んねえよ。あ、デヨング。あ、ちょっとで、ビヨングがダメになっちゃった。あ、やべ、これまずい。オッケー、洗うわ。どうだ？あ、終わっちゃった。おい、なんだこれ！浮き潮でっか！グティ！ええやつ！いいじゃん！まぁ、ちょっとグティをね、ちょっと使っていこうかなと。いや、むずいよ、グティの。あのドリブルの数値やったら、やっぱスピシュン90乗せたいよな、今思ったらな。さあ、グティ、この残り45分で、お前の進化を見せてくれ。あー、間違えた。いいね。え？味方のブロック？さあ、守りきれるか、これ。ああ。まあ、しゃあないっすね。しゃあない。エジメスとか悪い。うん。いいね。いけるか。お、来た。ついにグティが。ついにグティが。ああ、バーストになっちゃってたのかな。お、グティでゴテー、ガジャガジャした時にボール奪い返せるのもグディやし、サイドでボール持った時のタッチからつけ、マジで右足をブリッジ、足元グディで、ここで前向いてさ、いや、いいフィネス、いけ、頑張った、ダメだ、あー、強引すぎたか、さすがにメリーゴーだった、ウソップが許さねえ。ダメす、グディ、こっから超大型コントロールカーブ、いや、マジかよ、ベルトルトの足音か。サイドもう一回やろう、まずいな、エジミ、あ、ちょっと重たくなーい。ちょ松茸。振り渡して、こっち見たことだ。そう。いいね。お、キャンセルか。面白いな。
いいです。完璧。ただいける。グッディ頑張れ。グッディ頑張れ。グッディ。そこよ、グッディ。もう、体ぶつかってたけど、譲りっぷりがジャパニーズすぎて、マジでも親近感抜群。なるほど。でででででで、ででで、おちんぽしこしこ。それはマジでうまい。いや、ドリブルはガチやな。うわー、おグディ来た、超大型コンテンツ。またかい、ベルトルト。でってって、シコシコマンコ。